さあ、では今週のイラさん一冊をお願いします。はい、今週の一冊は、どれだっけな、ちょっと戦争の話しておいたんで、これ紹介してないよね。はい、してないです。はい、してないです。戦中作戦日記。山田さん、風太郎。山田風太郎はよく、はい、僕が好きなので取り上げる人なんですけど、はい、山田風太郎って太平洋戦争中20代前半で医学部の学生だったの。うん、なので授業を受けながら、毎日毎日起きたことを書いていくんだよね。うんうんうん、例えば、4月20日、曇り時々雨。午前中、吉田くんが来る。お米を2升もらってきたと言って、袋に入れたお米を見せてくれる。ところが、このお米っていう持ってきたお米は、焼け跡から拾ってきたんで、うん、お米の袋を見てこうやって見るんだけど、焦げ臭いんだって思う。すでに。炊いてないけど焼けちゃってるのね。で、午前0時、B29 襲来とか、そういうのを延々と書いてあるの。うん、でもすごく面白いんだよね、それが。うん、すごい興味あります。うん。それをこういう本になることを予測して書いてたわけじゃないんですよ、ね。じゃないと思うな。ただ、すごく面白い。うん、やっぱり優秀なその頃若者もやっぱりなんか戦争に気持ちは全部いっちゃうんだよね。うん、こんなこと書いてるの。それいくつぐらいの時？これ22とかぐらいじゃない？ああ、じゃあもうまさにって感じですね。うん。だからこんなこと書いてるよ。B29 の爆撃のみならば日本は3年は保ち得る。もしアメリカ軍100万本土に上陸し、来たれば、これぞ全日本人の熱願する新規ではないか、チャンスではないか。一億がその喉笛に食らいついても、これを日本の土の餌食たらしめるだって。でも日本人ってみんなこう思ってたんだよ。ウクライナだって城の戦ってるのはそういうことだからね。来るならやったるぞってことなので。でも、すごくドラマチックだし、当時の日本の空気とかがすごくよくわかる。いわゆる僕たち、今で言う僕たち的な、リベラルな学生だったのよ。医学部の学生で頭もすごく賢かったし。でもやっぱり戦争に関しては行くぞっていう感じではあったんだよね。あっちゃうんですね。うん。ただこれ日記としては本当にすごくよくできているし、面白いので、ぜひ時間のある人は読んでみてください。いや、面白いよ。うん。というので、戦争のことはね、折に触れて、今回のウクライナみたいなことがなくても、時々こうやって思い出して考えるといいんじゃないかな。なので、日本でも本当に同じことがあった。だから、逆に言うとロシアがさ、今回の経済制裁で、そう簡単に値を上げるとは思えないよね。はい、日本は、もっともっとしんどい時でも値を上げなかったので。そうか、そうか、世界から見たら日本は本当にいつになったらっていうぐらい値を上げなかったってことですよね。そう、ちなみに、開戦時、日本とアメリカの経済力の差は20対1です。もちろん1位が日本ですよね。ただ、それを言うんだったら、今のロシアとアメリカもそれぐらいの差はあるんだよね。あ、そうなんですか。そう。だって、ね、アメリカは、じゃあロシアは韓国の8割とか7割とかだから、もう十数倍、アメリカでも。口がでかいからね、そこまでの差はないように見えるけど、全然違いますね。全然違う。確かに。で、アメリカだけでなくね、NATO、ヨーロッパ。確かに。うん、日本、オーストラリア、インドとか全部2枚下だけわけで。確かに。それはあれです。そっか。なるほどな。はい。それではまた来週おやすみなさい。おやすみなさい。